んん TV ののですすいいいつもんんの動画をごご覧いただきありがとうございます、えー、今回ですけども、えー、4日前ですね、えー、に話が出てきて実際にも、あのー、転売禁止がなくなったという話でですねマスクの転売禁止はなくなるのといった話がニュースとして飛び込んできましたので、まあ、ちょっとあの次2日ほども話は過ぎてますけどもこのことについて話したいと思います そもそもですね、マスクの転売は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、今年のです、ね、3月15日から転売規制ということで転売禁止となったわけです。同様にですね、これはアルコール消毒も同じで、時期ですね、同じように転売禁止となっています。ところがですね、内閣府消費者委員会が この規制の解除をですね、納得する答申を出した。これがですね、4日前の時に出しました。これですね、あの中身としては国民生活安定緊急措置法に基づいた転売規制規制を解除するといった内容であります。 でそれでですね、正式には、えー、これによってですね、えー、29日ですね、えー、今日が31日なので、おとといから、えー、規制が解除されたというものであります。えー、そもそもですね、えーと、3月15日から転売規制になったというのはですね、えー、とマスクが手に入りやすくするため、えー、流通の問題の解消ということでですね、えー、なかなかマスクが手に入らないのをなんとか干渉しようじゃないかということで、 えー、始まった規制でありました。で、現状ですね、えー、見てみますと、えー、一時期よりはですね、購入しやすくなってはいますけども、やっぱり2点問題点がありまして、値段,値段のですね、高止まり、まだまだ値段が一時、そうですね、あのー、コロナウイルスが始まる前に比べて値段がやっぱ高いままであるということで、値段の高止まり、でもう一つはですね、えーと、まだまだドラッグストアさん とととかかででで販売されてていいいいる購入店ですねお客様一人当たたり1点ままう点数のの制限といったものまたっもにだなますそういう状況でですね今回の内閣府の消費者委員会の今回の判断っていうのはですね本当にその判断理由の根拠っていうのが真案としては分からないなって思っております、えー、私個人の意見としてはですね、えー、まだまだ早いんじゃないかと強く言いたいと思います えー、皆様どううお考えでしょうか、えー、ちなみにですねフリマアプリの大手、えー、三大大手ですねメルカリヤフーオークラフクマっていうところはですね、えー、今後もですね解除後も、えーまあ、出品禁止ということで、えー、と自らですね、えー、と規制をかけていることということの方針を決めていることらしいので。 皆さんですね、えっと、買いだめしてあの、そういったところに出品しようとしても、現状としてはできない状況になっていますので、どうかですね、えっと、節度のある行動をしてほしいなと思います。ご清聴ありがとうございました。えー、この動画をご覧になられて良かった点があれば、高評価、チャンネル登録してくだされば、今後の動画作成の励みになります。どうか皆さんよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。